新しい自分との出会い、静から動への新たな挑戦、未知の扉を開いてくれた松井五郎、津島隆、この両先生との巡り合いが僕の歌手ストーリーの一つのキーとなった。抱き寄せてしまえと胸は言うのに
止めるように鐘が鳴る。帰りの切符を君に一枚手渡したよ。なぜと見上げ涙こぼすその目に嘘はないけれど、さよならの代わりにそっと口づけた。飛べないことを責めちゃいけない。帰る場所がある人、あなたと知れると君の言葉が枯葉のように橋を渡りきれずに引き返す君、本当は心に決めていたよね。泊まりにを離れると、最終光が遠く消えるのを見た。モルダウにかかる橋で一人たたずみ泣き出した僕、どうか幸せになってください。祈るように鐘が鳴る。